やっぱり僕ってなんかレスリングしてる時もお父さんが選手で監督だったりとか、何のためにやってるんだろうっていう時にやっぱり常に結構誰かのためにやってることが多くて、まあだからそんな勝てなかったんだろうなとは思うんですけど、もちろんそれ以外にもブランデル氏の魅力っていうのはたくさんあったんですけど、その時一番やっぱ覚悟でそう思ったのは、誰かのために何かできること、自分が仕事ということによって一生懸命熱中できて楽しめることがこの会社にはあるなと思って、奇跡的に受かりました。自分がマネージャーとして赴任した時にもっと良くするにはどうしたらいいんだろうっていうのをすごい考えた時に、やっぱりこういうお店を作りたいっていう強い意志があるからみんなそこに向かって全力ダッシュしてくれるので、それをちゃんと作りたいと思った時に、なんて言うんだろう、クラシックなビストロだったら別にニューヨークだろうかパリだろうかどこでもできるなと思って、でもこのフォーチュンガーデンって10年間結婚式もやってて、ここに帰ってきてくださる方がたくさんいらっしゃってて、もちろん島津製作所の跡地なんで会社の人が来ていただけるとか、新しい若いカップルの方が来ていただいたりとか、女子会とかいろんなシーンがたくさん工作してほしいなって、まあ、その時に僕が掲げたテーマが京都のビストロ、フォーチュンしかできないもの、プランドゥーシーのダイニングとはっていうのをめちゃめちゃ考えた時に、指標でアプリズムっていうのがブランドシーンにあるんですけど、時代性、地域性だったりとか、素材感のような、まあ、大切、お料理大切にしていることがあって、京都でなんか多分いろんな美味しい食材があって、素晴らしい生産者の方々って僕はたくさんいるなと思って、それをこう編集することで、京都でしか楽しめないようなものをちゃんと入れ込んで、そのバックボーンまで知ってもらえるようなレストランに僕はしたいなと思って、そうすることで、多分このフォーチュンガーデン京都にたくさんのお客様がここにいらしていただいて楽しんでいただけると思って、そういうこうテーマを掲げましたね。京都のいろんなお店行きましたね。ビストロも和食もイタリアンもホテルのこうレストランもたくさん見てみて、京都の人がどこに、どういう層の人がどこに行くんだろうとか、どれくらいの価格が本当に嬉しいんだろうとか、うちのフォーチュンガーデンの現在の京都の立ち位置ってどんな感じだろうなとか、まあ、顧客体験と、まあ、街を歩くこともすごいしましたね。本当は自転車で行けばね、15分くらいで終わるんですけど、まあ、でもあえて歩いてみて、なんかお客様はどういうところを歩いているんだろうとか、どういうお店にどういう年代の人が入ってくんだろうとかをめちゃめちゃ見ましたね。市場を知るってすごい大事なことで、姉妹店の、まあ、ソード東山があると思うんですけど、まあ、しつらえも歴史もあり方も全く違うので、そしたらフォーチュンでは何をしたら嬉しいんだろうみたいなことを足で稼いでましたね。それはやっぱりキッチンメンバーとレストランチームなんで一緒に行くことをめちゃめちゃ大事にやってましたね。プランドゥーシーダイニングの面白いところは、姉妹店とか系列店っていうのが全国や海外に存在してるんですけど、料理とかサービスとかその空間、もちろんプランドゥーシーダイニングっていう指標はあるけど、やっぱりその意思決定が各お店にあることがすごい僕は面白いと思ってて、でもそれってなんでできるかっていうと、まあ普通というか大概は本社が決めてそれをまあ下に下ろすというか、下ろしてこれやってね、あれやってね、原画はこれくらいでこうしてねっていうのがめちゃめちゃ多いと思うんですけど、僕がこうお料理や重いものを決めたりとかサービスはこういうお店作ろうぜっていうのをやらせてもらえること、それをやっぱりチーム全員でできること、そのお店のメンバーがお店を作れるんで、やっぱりそこがすごい僕はブランドゥーシーのダイニングの面白いところ、やっぱり主体を相手に置きながら、まあ、I am one of the customers っていう、 こう行動指針にこう一貫しているところ、あとは編集力っていう、まあ、ちょっと伝わるか分かんないですけど、やっぱりすぐその場で何がいいんだろう、まあ、グッドかモアをもう瞬殺で考えて、どっちがお客さんにとって嬉しいみたいなことをやっぱりできてしまうところは僕は面白いなと思いますね。なんかそれを社外ですぐできるかって多分できないからブランドゥーシーだと思うんで、そうブランドゥーシーのおもてなしはですね、まあ、嬉しいことの積み重ねとか、やっぱ逆転ホームラン狙わないんで、なんかサプライズドーン嬉しいでしょう、いやいやそんなことはないんですよ。まあ、レストランで分かりやすく言うと、商品ってはフード&ビバレッジ、要はお食事とお飲み物と空間とあとはサービスだと思ってて、お料理で言ったら僕たちよりも美味しいところは僕はたくさんあると思います。いっぱいあるんですけど、そのレベルがやっぱり平均してやっぱり高いこと、気がいい場所で気のいいサービスマンがいて美味しいお食事と飲み物があったら僕はすごい満足だと思うんで
ですけど、やっぱその相手に主体を置きながらちゃんと作っていくことで居心地のいいっていう場所が作れていることはおもてなしなんじゃないかなと思ってるんですよね。